女宝地鳥は、卵化うちを卵属に分類される多年草の一種。和名の女宝は、最初に女宝山で採集されたことに由来する。種商名の十四木穴は、採集者の上和馬と五百条分なりの名前を、組み合わせたことに由来する。草丈は十から三十センチメートル。根は、細根と、九状を変根からなる。長さ四から八センチメートル。 幅4から15ミリメートルの非神経の葉を2から3枚付け、包容は明瞭。茎は、球状を開梱から直立し、薄青緑色。2から8個の甲子色の花を固まって付ける。花期は7から8月。学編は、長さ0.7から1センチメートル。側神弁は、学編よりもやや短く、共に、先端は尖らない。神弁は浅く三列し、基部近くに、 薄紫色の斑点がある。内科比が斜め卵形で生倉頭、新弁の中列辺が窪頭で側列辺とほぼ同じ長さ。巨は長さ約15から17ミリメートル、まっすぐで胸筒型。染色体数は 2N イコール42。稀に白い花をつける品種として白花両方地鳥がある。白山地鳥属に分類されたこともあった。 朝鮮半島と日本に分布する。日本では本州に分布し、産地、阿鉱山帯と鉱山帯にかけての岩場や草地に自生する。基準標本は栃木県日光市の女本産のもの。純絶滅危惧日本では環境省により、レッドリストの純絶滅危惧の指定を受けている。また、以下の都道府県で、 レッドリストに指定されている。群馬県では2015年4月に群馬県気象野生動植物の種の保護に関する条例により特定県内気象野生動植物種の指定を受けた。山梨県では山梨県気象野生動植物種の保護に関する条例により指定気象野生動植物種の指定を受けている。ありがとうございます。